はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。5時ですね、4月は7日の日曜日でございます。まったりとしていますね、ほんまに。はい、今日はね、昼以降に天気がものすごく良くなってますね。なんでですね、外はね、日が照ってるんですけど、この中入らへんやん、入ってけへんやん、ほんまにみたいな感じですね。反射の光が入ってきてるんですかね、これ。はい、行きましょうか。ですね、AFP というですね、サイト、これはフランスの通信社だと思うんですけども、そこがコリアウェーブというですね、まあ、特集コーナーみたいなのを作ってくれてましてですね、まあまあコーナーかなでですね、韓国の話題をやってくれるんですね。しかも日本語、ようこんなんやってますよね。日本の共同通信がですね、フランス語でですね、あのイギリスの話題をやってるようなもんでよくできるなと思うんですけど、採算取れるんですかね、これでね。よくわかりません。これが4月5日に出ましたけどですね、2日前フライデー、韓国で消えるおごる文化、物価高と世帯交代、割り勘に行こうということでして、韓国で外食文化が急激に値上がりし、おごる文化がますます姿を消している。消しているやろ、これ。日本語怪しいですね。おごることに慣れたベビーブーマー、46から64年生まれ。あ、僕もこの中入るんですね。あれなんですよ。コリアの場合はですね、朝鮮戦争がありまして、それ53年に、まあ、休戦協定なんですけど、その後生まれた人たちもベビーブーマーに入るんでしょうね。もうリタイアして収入が減少すると、若者世代と同様のダッチペイ、各自支払いに移行している。ダッチペイって言うんですか、ゴーダッチだったかな、ドゥーダッチだったかな。要はですね、ダッチっていうのはですね、オランダのことなんですね、ヨーロッパの。で、ダッチのイメージっていうのはケチなんです。で、ドゥーダッチって言ったらオランダ人やろうぜっていう意味ですね。意味的には割り勘しようぜっていうことなんです。ものすごいケチなんです。まあまあ、なんと言いますか、悪くないですけどね、その、なんて言いますかね、コリアというのはですね、いつも申し上げている通り、巨大なタワマンみたいなもんでしてですね、お互い見栄を張り合って生きている世界、社会なんですね。ということはですね、ここは俺が出すっていう、そういうふうなことをやる、いや、もう黙ってるとそうなるわけですね。それと正反対ですね、ダッチペイで行こうぜと。統計庁によると、先月の消費者物価指数は1年前より約 3% 上昇、外食物価も 3.4% の上昇率を記録した。懐が寂しくなった中高年層は気軽に今日は私はおごるよと言えなくなっている。リタイア間近、もしくはリタイア後は老後に備える必要もあり、懐事情は一層思わしくない。キョンキドパジュに住む60代男性。なんか最近60代で聞くとね、自分ももうすぐ62なんですね。俺のことか、と思ってしまう。まあね、じじいになるんですよ、人間は。60代男性は最近会社の同期たちと、チョルラナムド、クレ。日本風に読みますと、全裸難度旧例ですね。はい、チョルラナムド、チョルラナムドって、いつまでだと思えられへんの、このチョルラドっていうのは、軽症度がね、なんていうかな、もう覚えられないんですよ、これ、この2つが。チョルラナムド、クレ、にある、ケゴン寺に遊びに行ってご飯を食べ、刀のように等分して生産したと話し刀のように等分するって、刀で等分するようにっていうことでしょ、日本語変やん。外食費の負担を減らそうと努力していると続けた。最近は割り勘がむしろ楽だという中高年層も少なくない。キョンキドのキンポ市、キンホと書きますけどね、
キョン軌道は覚えられない、軽軌道っていうんですけどね、あの京都の京にですね、近畿の畿、キョン軌道っていうんです。これはですね、あのソウルのあるところですね、の男性57は、最初は割り勘なんてつまらない文化だと思っていたが、相手と長く付き合っていくにはむしろこの方がいいと思ったと話した。それはそうでしょう。インチョン大学消費者学科のイ・ヨン教授は、寿命は延びるが収入は限られており、引退後どれだけ資産が必要か考えたら途方に暮れてしまうのが現実だ。他人との交流は持続しながら経済的な負担を減らしたいため、若い世代の文化である割り勘が合理的だと考える人が多くなっていると話したと。これでこのニュース記事終わっています。あの僕の感覚ではね、韓国っていうのは割り勘をやるとお前何せこいこと言うてんねんみたいな、そうなってしまうわけでしてですね、あのじゃあ4人いたらですね、今日は俺が払う、次回は違う人が払って、次回は違う人が払って、その4人は4回のまだですね平等にならないわけですねあかんやされてる。まあなんかね、それもあれで毎回割り勘したらええやんと思うんですけど、日本人は割り勘ですよね、基本的に割り勘ですね。あの会社の組織に入っていてですね、上司と部下であれば上司が払いますね、日本は普通に、で同僚は割り勘ですよね。で先輩後輩も微妙なところですね、1年2年であれば割り勘ですよね普通はね、だったらそんな給料変わらへんねもんそうでしょその先輩が妻子持ちとかであれば、で奢ってもらう方が独身であればですね、もうこう割り勘にしましょうっていうのが普通であって、まあそれでも俺が払うよっていう人いますけどね、僕なんて俺が払うよって言われて、あお願いしますすぐに言うてしまいますけどね、体育会の人間ちゃうんでね、年上やから奢らなあかんっていう感覚はほぼないんですね。まあだから後輩に怒ったことなんてほとんどないんちゃうかな。後輩がそもそもいませんからね。この前ここに来たですね、同志社の時の後輩がですね、私が払いますって払ってくれましたけどね、飲食費を。お前出すのとか言って。まあ、それはですね、何やったかな、ただで、住宅行為の相談に乗った、まあまあ、あれのあれなんでしょうけどね。もう何年も前の話ですけど。自分がね、会社経営してるときはね、社員の方々とご飯食べたら当然社長である私が払いますよね。そんなんなん当たり前やんということでやってきましたけども、あとはお客さんとね、飲みに行ったら当然私が業者でありますんで、業者が払うっていうのは当たり前でして。まあ、だからですね、日本はそういう文化ですね。で、今になってですね、みんなで飲みに行くとかになると基本割り勘ですね。そんな上下がないですからね。もうでしかも私62でしょ、上と飲むこともごくたまにありますけどね、まあでも割り勘が普通というのは日本文化で、まあお隣とかね、中国っていうのはね、基本見えっぱりの国なんですよね。でちょっと日本人には信じられないぐらいの見えっぱりがいっぱいいるわけなんですよ。でだから分かりやすく言うと本当にたまんなんですよ、湾岸のたまんね。それも港区のピカピカの誰が住んでも、みんな住んでる人全員金持ちみたいな、そういうのちゃうんですよ。まばらにいろんな人が階層があって住んでるわけなんですよ。でお互いに見栄を張って張りながら暮らしてるいうわけであって、この巨大な湾岸タワーなんですね、韓国っていうのは私から見ると。だから見栄を張り合っているんでですね、俺がおごるよっていうのが普通なんですけど、最近の若い人、この記事を読む限りはですね、ダッチペイやってるみたいですね。ええやん、その方は気楽で。もう全然ええと思いますけどね。まあそういう記事でございました。お隣もだんだんですね、そういう面からですね、国際標準にですね、なってほしいなと思いますけど、まあね、長い道のりです。私が生きてるうちはそんなに変わったりしないと思うよね。はい、ということで今読みましたですね、 AFP のですね、韓国で消えるおごる文化点点点、物価高と世帯交代割り勘に行こうという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。